日本のスポーツビジネスに必要な3つのこと、プロか国際か新規ビジネス、うん、そうですね、海外の富裕層だったりとか、うん、そういったインバウンドの方をこうもっと連れてくるっていうところはまだまだこうできてないかな、うん、まだやっぱプロフェッショナルな人材が少ない。でそれはもうそれをリーグにも協会にもクラブにも、我々のネクストジェネレーションとかでもっとプロ化を図っていく、やっぱコンテンツのすごさ、IP のすごさを分かっている人たちがやっていくっていうのが本当に、うん、もう本当にすぐやらなきゃいけないネクストですね。アメリカだとその男女のサラリーのギャップのところも今すごい運動が起きてるじゃないですか、うん、そうですね、そこどう思われますか。まあ、やっぱりそこは間違いなくそのサラリーのところはもう少しやっぱ日本でも、うん、アメリカでもそうですけど、もっともっとこう近づいていかなきゃいけないなというふうに思っていて、うん、あとはこれまた別の話なんですけど、女性のその購買力っていうのは男性と比べて3倍あると、うん、なった時に、意外と女性をもっともっと、うん、女性アスリートですね、うん、もっともっとこう広告だったりとか、うん、そういったところに出した方が、女性のその購買力、女性の身につけてるもの、アスリートが身につけてるもの、あれかわいい、あれかっこいい、欲しいなっていうのがやっぱりあるわけじゃないですか、うん、もっともっと本当はそっちを使った方がいいんじゃないかとか、うん、っていうのはあったりするんですよ、うんうんうん、でも女性にかかってるその広告料だったりとかっていうのはまだまだ全然入ってきてないっていうのもやっぱりあったりするので、ここの市場がものすごくぽっかり空いてしまってるっていう状態ではあります、うん、あ、そうか、やっぱり同性は同性のスポーツをどっちかというと見る傾向はやっぱあるんですよね、はい、そうですね、そうですね、なので もっと、はい、もっともっと多分女性アスリートにこうかける、広告だったりとかスポンサーシップでももっともっと多分本当はあっていいはずなんですけど、うん、そこの部分がまだまだ入ってきてない状態っていうのはありますね、はい、なるほどね。で、まあ、そういうね、はい、ミーガンとかスーパードとかみたいに言う人も少ないですかね、はい、まあ、だからこうやって、ねね、エブリンさんが出てきて言うっていうのはやっぱ素晴らしいですよね。そうですね、ありがとうございます、はい、今回女子ワールドカップはすごい盛り上がったじゃないですか、うん、結構変わってきてる感じします。ちょっとバスケの方はね、あ、サッカーの話ですか。サッカーの話、はい、サッカーはもう間違いなくその FIFA と UEFA はもうめちゃくちゃこう女子サッカーを盛り上げておくっていうのも戦略ストラテジーの一つなんですよ。そうですね、でもうで今ほら昔だと例えばそのチャンピオンズリーグのファイナルの前に我々ね、行かない、女子の方に、はい、昔の言うと行かなきゃいけない感じだったんですね。今はもう結構行きたいぐらい、レベルも上がってきたしファンもいっぱいあるから面白いんですよ。ほうほう、でそれぐらいやっぱこう変わってきた、ここだから10年でかなり変わりましたね、はい、ことサッカーに関して。ちょっと僕女子のね、はい、バスケの方よくわかんないんだけども、はい、だからもう間違いなくこう言ってますよね今ね、うん、だってこの間のオーストラリアなんかもめちゃくちゃ盛り上がったじゃないですか、うん、で僕はね、前回のピボットの撮影の後アメリカでホリデーしてましたけど、はい、アメリカはもうサッカー大国なんで日本人知らないけど、うん、もうめちゃくちゃ見てますよ、うんうんうん、早く負けちゃったからしょうがないですけど、それぐらい盛り上がってる、うん、でやっぱ女子スポーツってすごいですよ、はい、だって人口の半分がそこなわけ で購買力は3倍っつったらそれは行かない手はないですね。行かない手はないですね、うん、ただやっぱよく知ってるじゃないですかこういうのをね、うん、みんなアスリートそこまで知って話せる人もやっぱまだ少ないですよね、慣れ知見もないし、はいね、はい、ちゃんと話せる人も少ないし、うん、でまさに超いいロールモデルですよね。いい、ありがとうございます。あ、まあ、こういったもう話がこうできるようになるっていうためにもやっぱりこの1年間の中でこういろんな人に会っていろんなこう知識をつけて、で自分自身のこの経験だったりとかっていうところとこう照らし合わせて、じゃあどういうふうに問題解決していったらいいのかだったり、そこをこうもっともっと多分いろんな人を巻き込んでやっていかなきゃいけないなというふうに思います。バスケットの世界の男女格差は埋まりつつあるんですか、はい、いや、まだまだです、まだね、それに関してはちょっとかなり大きな課題なんじゃないかなというふうに思っていて、正直な話、女子の方がやっぱりちゃんと成績は残してるんですよ。もちろん男子も今もうオリンピックにこう出場できるレベルになって、うん、でそして日本人の NBA 選手、うん、今2人、渡辺君と八村君出てますよね、はい、本当に男子もどん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 こう上がってきてると、うん、で今、B1 革新といって新しく B1 生まれ変わると思うんですけど、それは、B1 のこのチームに所属するためには経営力をつけないとその B1 のチームに入れませんよっていう形になってるじゃないですか、うんうん、それに本当にみんな各チームうん、いろんな、まあ、大手がミクシーが買ったりとか、いろんな、うん、大手がこうどんどん入ってきて、うん、でちゃんと売り上げ12億以上作ってこう入っていくっていうのが今始まってると思うんですけど、12億がスレッシュホールドなんです。あ、そうですね、そこに入らないと、他にもいろんな条件があるんですけど、うん、ね、そういったやってちゃんとこう入っていく中でもうどんどんこう伸びている、うん、市場としても、うんうん、だけどやっぱり女子は実業団チームなんですよ、うん、
あそうですね、どうしてもそのリーグはあるんですけど、うん、各会社のやり方に委ねられる、そしてその、うん、チケットの売り上げだったりとかっていうのが、うん、全てがこう入ってきたりするわけでもなくって、そうすると、まあ、そんなに自分たち頑張らなくても、あ、はい、サラリーウーマンってことですか。そうです。じゃあ会社に給料払われる。そうです、うん、みんなそう。私は今もうプロ契約をしてるので、うん、また別なんですけど。あ、人によって違う、はい、うん、まあ、ただプロ契約してる人はいないんですよね、多分。自分以外多分いない。そうなんですか。今そうなんですか。はい、リーグでチームリーグです。あ、そうなんですか。はい、それ知らなかったんですか。一人しかいないってことですか。あの、チームと会社が多分契約してるっていうのは、うん、多分自分以外はいないですね、本当に。本当にいないです。なので必ずあのクラブチームっていう形態と実業団、うん、会社が持ってる部活動の形態と2つあるんですけど、うんうん、あのクラブチームの場合はじゃあどうなるかっていうと、まあ、あの B リーグと同じような形で一つチームの、経営するところがあるんですけど、ただいろんなスポンサーさんが入っていて、でそれだけではやっぱり生きていけないので選手は、うん、なので各スポンサーさんの企業に所属してるんですよ。だからみんな働いてからその後に練習をやったりとか試合をやったりするんですよ。なのでちゃんと会社と会社同士で契約してるっていうのはないです、実を言うと。なんでエブリさんその契約できたんですか。交渉したんですか。自分で交渉しました。あ、そこがさすがですね。それ自分でやったんですね。自分でやりました。はい、弁護士がなんとかじゃなくて自分でやったんですね。はい、アメリカの例とかを学んで、まあ、自分でそうした方がいいと。はい、そうですね。もともと本当はあの前いたあの会社の時に、うん、プロチームになりたい、あ、プロになりたいと、うん、自分が、うん、っていう交渉したんですけど、うん、あのダメだと、うん、やっぱりそれだと従業員にとって の楽しみの場というか応援するためのバスケットチームだから、うん、それはやっぱり良くない。まあ、福利厚生ですか。そうです、うん、っていうことだったので、まあ、結局1回断念したんですけど、1回1年を置いて、でそこから、まあ、いわゆる外部からこう来てる状態だったので、うん、こういう条件ではないとちょっと自分はプレーできませんっていうことでちょっと交渉させていただいたということですね。はい、理解があったんで、いいですね。いい、日本サッカーの時のカズさんみたいな感じですよね。カズさん最初からプロ契約でしたね。奥寺さんとか、ほら、あの木村カズさんじゃないですか。あ、そうか、木村カズさんもプロ契約だったんですけど、ね、そうか、そうか、まさにだから最初の、だからこれから変わっていくってことですよね、多分ね。そうですね、そういう、はい、あの、まあ、ただ難しいところがやっぱり1個あって、うん、その女子のチームがじゃあ、プロ化した方がいいのかとかと、うん、ってなった時にそこはまたちょっと難しいんですよね。これは実業団リーグであるあった方がもしかしたらいいっていうのがあって、うん、やっぱりどうしても女子だとそのライフステージがいっぱいあるじゃないですか、うん、結婚したり、うん、あの出産したり、うん、ってなった時にやっぱり会社にその後所属できる、うん、辞めた後所属できるっていうのはすごく安心。あ、そうか、選手終わってもまだ続けられるんですね。続けられるんです、その会社でも。それがすごくやっぱり女子にとっては安心感はあったり安定だったりとかっていうのがあるので、そこがまたちょっと難しいポイントであるんですね、スポーツでは。はい、そういう意味ではちょっと僕不勉強でよく分かったのが、うん、多分ラグビーが面白いと思っていて、あの、まあ、ラグビーって悪い意味で言うと、はい、前回のすごい活躍した後に、うん、プロリーグでなかなかそこがうまくいってないんじゃないかなっていうのは一つの見方なんだけど、じゃあ無理してプロプロにならなくていいのかなって見方もあります。なぜかというと、日本のスポーツリーグで唯一世界のトップオブザトップが来るのってラグビーしかないんですよ。確かに今来てますね。来てるんですよ、はい、でそれは、それなりの待遇がいいから。じゃあ誰が払ってんのって言ったら、そのまさに福利厚生でやってるチームたちが多分、うん、はい、プロ何人か、社員何人かで、はい、多分ハイブリッドモデルなんじゃないですかね。そうですね、そうですね、ハイブリッドです、おっしゃる通り、はい、と考えると、じゃあ実はね、無理してプロ化する必要はないんじゃないのかっていう 見方もありますよね。確かにね、はい、選択肢があればいいわけですよね、選手のオプションがね、はい、オプションがね、バットですね。確かに、日本らしいやり方でそうありかもしれないですね、はい、確かに、はい、盛り上がりましたね。ケビン・デュラントみたいな例もありますし、あ、そうですね、投資家という、ね、はい、例もありますもんね。ありますね、将来的にはね、やっぱり、まあ、特にアメリカだとやっぱ、うん、もらえるこのインセンティブのところがもう本当に、あの、額がもうとんでもない額、やっぱり、あの、もらえるというのもあると思うので、まあそういった意味でそういう、ベンチャーキャピタルのオーナーとして、いろんなスタートアップ、特にケビン・デュラントだと、あの、e スポーツ
領域ですね、はい、にあの投資していたりだとか、うん、あとは、そういったコンテンツクリエイターだったりとかアスリートだったりとかそういった方々経営者もそうですけど方々がどうやって自分の持っている IP だったりとか、うん自分の持っている価値をマネタイズしていくかみたいなことを、メディアでやっていたりだとか、うんはい、そういうこともやっていたりするので、うんまあ、そういう意味ではあの投資家側に回るっていうのも、うん、サポートする側に回るっていうのもすごく、はい、ありだなというふうに思います ね、うんですねはい、その意味で日本におけるね、はい、一番パイオニアがやっぱ生み出したんで ね、はい、我々出ていただいてますけど、うん、本当に面白いですね、うん、学ぶべきところは本当に本田さんからいろいろと学んでるっていう状態ではありますね、うんうん、そうですよね、はい、そういう意味でやっぱ本田圭佑うまくやってますよだって引退してないですからまだ、うん、そうなんですよ2年ぐらい多分プレーしてないけど引退してないだからよく分かってるのはやっぱ現役であるメリットをすごいよく分かってる、うん、おっしゃる通りですね、うん、本当におっしゃる通りですねだからちょっと自分もいつ引退しようかなってずっと思ってね、確かにそうだね、はい、現役の時は圧倒的に価値が高いわけですよねそうか二足のわらじを履いた方がいいってことですね現役の時代、ね、できるんであれば全然それでいいですよね、うん、だってやっぱり我々からするともう超憧れで夢じゃないですか、うん、我々サッカー好きだけどサッカー選手になれなかったわけだから、うん、やっぱそれをやってるっていうのは非常にそれだけではものすごい価値があることだから、うん、別に無理してね、うん、引退する必要はないですよ、ね、必要ないですねでこうやって両方ね、2人とも両方ビジネスもできるわけだから、はい、両方やる逆にべきですよね。べきですね、まあ、あの本当にあのアスリートに関しても言うとやっぱり自分が今までやってきたその努力だったりとかっていうのを自分の中であこれぐらいもうちょっとやればこれぐらいまでいけるなっていうのは多分なんとなく分かると思うんですよね、うんうん、それこそじゃあ1年お休みしてる間にこれぐらいトレーニングしたらこれぐらいで復帰できるだろうなみたいなことをこうずっと考えながらこうやってはいたので、うんうん、なのでそういう意味ではもちろん集中するべき競技に集中するべきあの時期だったりとかってもあるとは思うんですけどそれをまあ一定期間過ぎたりだとかもしくは最初から自分はビジョンとしてこういう風になりたいこういう本田さんだったりとかこういう風になりたいから、うん、競技としてはこれぐらいもちろん頑張るんだけど、うん、その一方でこういったことも少しずつ始めていくだったりとか、うん、そういうあのマインドセットみたいなところはあの本田さんが本当示してくれてると思うん でしかもアスリートはちゃんとなんとなく自分の体のことはあの一番自分が分かってると思う、うん、それはもうどん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 そこと相談しながらやる、はい、べきだなというふうには思いますね、うん、はい自分は他にはねこういう朝倉未来さんみたいに、はいね、自分のメディアをやってもう YouTube の登録者326万人とかですけど、うんうん、すごいですね本当にすごいですねこういうねメディア保有もありってことで、はい、コミュニティ保有ですかね、うん、そうですねメディア保有、コミュニティ保有だと思うんですけどそれこそブレイキングダウンだったりとか、うん、あの朝倉さんのこ の番組の中で、ブレイキングダウンが今もうほぼもう100億円ぐらいの時価総があるかもしれないみたいな、うん、そうなんですよ、ね、あそっかそっかそうですよ、ね、あの YouTube チャンネルの中で、はい、それぐらいやっぱり利益を生み出していてっていうのもやっぱり本人 もう本当に分かってるんですよね僕はあのもちろん格闘技1本だけで、うん、そうやるっていう道もあったかもしれないけどそれはもうできないといろんなことこう興味関心があっていろんなことにあの発信をしている中で、うん、それだけはもうやっぱりできないからやっぱこういったこともやりたいというふうにもう本人もチャンネルの中でこう言っていたりするので、うんうん、そういうやっぱ時にそういうのを気づいた時にはやっぱりやるさっき言ったみたいにやるべきだと思いますし、うん、そこにあ自分はそういうあのビジネスサイドだったりとかできないかもしれないと思っても逆にメディアの保有だったりとかコミュニティの保有、うんっていうこともやっぱりできたりはすると思うので、うんうんうん、アスリートはみんながみんな起業しろだとかそういうわけではなくて、うんうん、いろんな何かこう所有する保有をするっていうところがやっぱり自分の、まあ、さっき言ったセカンドキャリアっていう言葉をどうしても使ってしまいますけど、うん、その自分が引退した後もちゃんとあのコミュニティだったりとかそういったメディアを持つことによって価値はどんどん高まっていくよねっていうことだと思いますね、うん、でそういう意味ではそのバスケが実は僕もよく分からなかったんですけど、はいまあ、今回ほらワールドカップもあって、ねはい、であの後僕、マニラでまずワールドカップの決勝を見て、はいでその後、フォーミュラー1の後にシンガポールで、うんインターナショナルチャンピオンズカップでしたっけ、うんはい、インターコンティネンタルカップか、はいね、クラブのチャンピオンシップあってで知ったんだけどバスケって実はプレイヤーポピュレーション人口でいうとサッカーに次ぐ2位なんですよ、ねうん、多いです、うん、多いです、ですよね、バスケットは、うんはい、
でさらに日本で言うと、うん、僕もともとほらあの、まあ、千葉ヤンキーでヤンキーやあの野球やったじゃないですかヤンキー野球からサッカーに高校で行って、はい、で当時はまあ野球がナンバーワン人口で言うと、うん、サッカーが2で今サッカー抜いたんですよね、うん、実は日本はもうバスケットボールの人口は野球抜いてんですよ、うんうん、そうですよね、うん、スラムダンク効果もありますしね、そうですね、だから実はものすごくこうグロースポテンシャルがあるスポーツですよね、うん、そうなんですよね、うん、そのバスケットの良さって、うん、あのまあもちろんサッカーも男女ってあると思うんですけど、うんうん、部活で絶対男子バスケ女子バスケってあるじゃないですか、 その人口が割と半分半分ちゃんとあるっていうのがこの人口も多いし、うん、そのグロースするところのこの余裕があるというか余白があるというか、うん、っていうところだと思うんですよね、うん、はい、そうですよね、はい、ヨーロッパで今バスケ人気ってどんな感じなんですか、ドイツとかね、うん、まあ、相当強くなってますよね、そうですね、とかワールドカップ男子は、ね、すごいドイツが優勝しましたよね、はい、優勝しましたね、もう昔強かったんですけど、うん、なかなかこう最近はこう勝ててなかったところで、うん、今 NBA でもこう活躍しているシュルダー選手を中心に、うん、ドイツ今回一番をこう取ったっていうのがあるんですけど、うん、ヨーロッパのバスケットはものすごい、うん、人気がこう上がってきている状態ではあって、うん、例えばまた女子の話になるんですけど、うん、WNBA の選手って、うん、WNBA の中でも、うん、もちろん稼げるは稼げるんですよ、うん、収入はあるんですけど、でもそんなにやっぱり高くないんです、うん、実は。ただ WNBA っていうこの箔といいますか、うん、まあ、この名前バリュー、うん、ネームバリューのところがあるんで、 WNBA でプレーした後にみんなその選手たちヨーロッパ行くんですよ、うん、へえ、そうするとヨーロッパリーグの方が WNBA より2倍3倍ぐらい稼げる、あ、そうなんですか、そうなんです、女子はどういうカラクリなんですかいやもう そっちの方が全然やっぱこうさっき言ったみたいに広告効果のところだったりとか、そっちの方が全然ちゃんとしっかりとお金を出して、へ、そうなんですよ、だからまあ嫌な言い方すると、まあ、そっちにこう稼ぎに行く、うん、で WNBA はちゃんと、うん、全面見てもらえるし、うん、箔がつくで素晴らしい選手たちもいっぱいいるっていうので、うん、こっちでみんなプレーしてっていう感じですね、もちろん WNBA だけでこう生きていけるっていう選手もいますけど、うん、はい、それだけじゃないっていうのもあったりしますね、そういう意味で、だから Z 世代の今にすごい合ってると思って、はい、やっぱ まずはアメリカのスポーツがそのサッカーとかと違って、はい、そのすごいブレイクが多くて、要するにテレビコマーシャル打てるにいっぱいしてるんですね、はい、野球がいいですけど、うん、9回表裏でバスケもバン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 止まるじゃないですか、はいはい、でもうスタジアムってサッカーいいんだけど、やっぱ外で空いていて、やっぱ音もなかなかこもらない、うん、でこのバスケだとガンガンもうレイブみたいな、ね、ね、ガンガン音楽鳴らして、はい、ビームみたいにね、はい、もうライトやって、はい、でもうキスカムからハグカムから、はい、なんとかカムからなんかいろんなカメラがあって、はい、めちゃくちゃこの間だってどこのワールドカップなんか忘れたけど、はい、プロポーズしたやついましたから、はい、ね、めちゃくちゃ盛り上がるわけ、はい、インドアで何万人で、はい、だからなんか Z 世代からするとなんかこうスポーツだって僕バスケあんま知らないですからね、だけどやっぱ自分ができない2メーター何十ぐらいとかね、これぐらい大きい人たちがものすごいアスリート詰めの素人でも分かるから、あれは結構 Z 世代にぴったりさ、ソーシャルメディアでやたらできるんですよ、そうなんですよ、すごくこうフィットするので、うんうん、それこそNBA だとトップショットっていう NFT とこの絡めた、うんうん、動画のそういったコンテンツをどんどん集めていくみたいな、うん、はい、やつもあったりするんですけど、それも Z 世代にすごく人気だったりとか、うん、はい、やっぱソーシャルメディアと この相性っていうのはすごくいいですね、バスケットは、うん、はい、まあ、だから、はい、次のあれで、ね、話すのかはい、ですけど、ライフスタイル、ライフスタイルのブランドになってますよ、うん、中国の NBA はもう我々はサッカーだけども、うん、プレミアリーグもチャンピオンズリーグもやっぱ我々はスポーツとしてみられる、うん、NBA は中国にいてライフスタイルブランドですね、そんなに浸透してるんですか、やっぱりこう、こうちょっとヒップホップみたいなのが来て、音楽でちょっとクールな感じでっていうのがもう全然我々とこう違うデモグラフィックスに行ってる、うんうん、で多分そっちまで行けるんですよ B リーグ、そうで島原さんもね賢いからこうそこら辺もよく分かって、はい、NBA 化してってやってますよね、はい、まず B リーグね、はい、女子もだからどうなのか分かんないけど、うん、僕は結構今後の世代にものすごくポテンシャルだなと思いましたね、そうかありますね、バスケットまだこれにもつながってるかもしれないですよね、はい、これ岡部さん掲げてる日本のスポーツビジネスに必要な3つのこと、うん、プロか国際か新規ビジネス、そうですよね、はい、まあ、だから先ほど言ったやつなんです、やはりどうしても今のね、うん、いろんなもうサッカー協会だけじゃなくてリーグだけじゃなくてその協会とか見ると元選手とかそういうのがいたりするんですけど、それは悪くないが、まあアメリカのね先ほどおっしゃったスポーツもヨーロッパサッカーも先ほど言ったとおりもう超プロフェッショナルなビジネス人材、要するに
マッキンゼーかゴールドマン・サックスか、FIFA でやるかとかね、 NBA でやるかとか、そういうノリですよ、うん、もうね、 NBA のコミッショナーもずっと歴代もう弁護士ですよ、うん、FIFA も UEFA も会長弁護士みたいなね、うんうん、でそういった中でやっぱまだやっぱプロフェッショナルな人材が少ない。でそれはもうそれをリーグにも協会にもクラブにも、うん、でさらにはエブリンさんのようにプロ化してる人もまだ少ない、はい、でそれは本当にただプロ化しただけじゃなくて、ちゃんとプロとして自分のそのバリューというものを理解して、それをコミュニケートできる風になっていない。だからまず ここプロ化するだけで、アメリカのねスポーツとかヨーロッパサッカーやってるするだけでかなり稼ぐっていうのをマネタイズはもっとできると思います、うん、そうですよね、うん、やっぱプロになると意識って全然変わるんですよね、うん、全然変わりますね。やっぱりあの自分自身でそのコンテンツだったりとか、まあ、仕事を取ってくる、うん、まあ、そういったこともこう必要になってきますし、もちろんバスケットはバスケットの収益があるんですけど、うん、まあ、そこだけじゃなくて、自分がやりたいのはそのじゃあ女子バスケットをこう良くするだったりとか、じゃあそのためにじゃあどのメディアに出たらいいのか、うん、あの私バラエティばっかりこう出てますけど実はそっちも出てますよ見てもらいやすいんで、うん、はい、それをでも皮切りにじゃあ、うん、あのどんどん真面目な番組のこう出ていこうだったりとか、うん、ピボット出ようとか、うん、まあ、そういったあのことも考えなきゃいけないので、うん、そういう意味ではこう何か背負ってるものみたいなのがちょっとこう変わってくるなと、うん、確かに思います。エブリンさん、投資雑誌の財っていう雑誌なんですけど、そこでも私読んでたら出てこられて、やっぱ投資まで出てるんですから、恥ずかしいありがとうございます、ありがとうございます、そうですね、まあ、やっぱりその投資、まあ、さっきあのおっしゃったみたいに、うん、その投資志向みたいなところはもう本当にずっと思っている、うん、すごく大事なことだとは思うので、うん、さっきのその所有のところにもつながってくると思うんですけど、うん、まあ、もちろんじゃあ株式を直接じゃあさっきのメッシみたいに持てなかったとしても、うん、でも株式買えるじゃないですか、うん、そうですよねそこにこうどれだけこう勉強して考えてるアスリートがいるかっていうことだったりとか、うん、まあ、そういうところにもつながってくるかなと思います、はい、そうですよね、はい、まあ、そういう意味ではだから、まあ、はい、プロ人材にみんながなっていかなきゃいけないっていう、まあ、そういうことですよね。選手もクラブもリーグも協会もね、うん、本当ですね、うん、確かに、うん、そういう意味では新人研修で SNS のねここはダメとか教えるよりビジネスをねちょっとでも教えていただいた方がいいかもしれませんね、はい、多分ひょっとしたら B リーグなんか変わるかもしれないですね、はい、あ、変わるかもしれないですね。ああやって NBA 化していくと、やはりだってよく考えれば、じゃそのうちクラブの持っているインタンジブルのね、うん、アセット何かって言ったら、資産何かって言ったら、うん、プレイヤーじゃないですか。一番強いのはプレイヤーですよ、うん、クラブのロゴじゃないですよ、クラブの名前じゃないですよ、はい、アスリートですよ。でこれをうまく本当はやるがじゃなくて、こうやってるとめちゃくちゃバスケも、ね、盛り上がるから、うちのチーム人気になるからって言って、どちらかというとエージェンシーみたいな感じで、うん、インベスターのマインドで本当はプッシュするべきですよね。おっしゃる通り。それをやってないんですよ。やってない。やると炎上するからやめろと。そうそうそう。ちょっとサラリーマン思考。それは本当サラリーマン思考からさよならしないとダメです。そうそうそう。何もしない方がいいと、うん、そう、うん。けどそこもね、うまくその、まあ、どうしたら炎上するのかといろいろこう蓄積していくじゃないですか、経験値が。うん、でやらないと、だってと、ね、佐々木さんたちも明らかに僕より起業家して優れて、だって起業したことないじゃないですか、うん、一回もバット振ったことないんだから、ね、僕より起業家して全然ダメですプロフェッショナル、プロフェッショナル、プロフェッショナルなんですけど、はい、でやっぱそういう意味では、うん、あの本当にこのプロ化っていうのは進めていかなきゃいけない、うん、そうですね、それはもう小泉さんもあのこの間ピボットで、うん、あの出られた時多分言ってたと思うんですけど、うん、もうチームとしては、まあ、箱押しっていうのもあるんですけど、うん、やっぱり個人にどんどんフォーカスして、うん、マーケティングしていきたいんだっていうのをおっしゃって、うん、っていたのを見ても、うん、本当その通りだなと、うん、やっぱりその推しっていう文化 も日本で結構強かったりすると思うんですけど、その選手が身につけているものだったりとか、うん、その選手が言ってることだったりとかっていうのをもっともっと応援したい、うん、その選手のことを知りたいっていうファンの方って結構やっぱりいらっしゃると思うので、うん、そうですよね、まあ、それがじゃあ例えばそういったまあインパクト投資じゃないですけど、まあ、そういったあの環境だったりとか社会課題解決するっていうところに、うん、お金がこう行くってなった時に、じゃあアスリート採用しようかなって、うん、まあ、そういうふうにこうどん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 企業とのコラボレーションみたいなところも個人を推すことによって生まれてくるんじゃないかなとかっていうのを思います、ね、うん、そうですよね、はい、だってそういう意味では多分2、3にもつながると思うんですけど、うん、そうですね、はい、やっぱそのじゃクラブとかスポーツのねアセットの一番のアセットがプレイヤー、うん、選手とすると、だってなんとか東京とかいうので、うん、世界に国際化って言ったってそんな簡単じゃないですよね、うん、誰も知らないそんな違い、うん、であればじゃあ例えばチャナティップが出て J リーグが有名な、なぜかというと選手にタイの姉がフォローしたわけじゃないですか、うん、はい、でうまくそういった選手というね IP アセットを使って国際化していく、うん、新規ビジネスもそうですよ ね、 すね、新規ビジネスにしたってじゃあ NFATR にもまあクラブもいいんだけど、うん、まあやっぱりプレイヤーとかの方が、うん、やっぱりファンはね、うん、このロゴとかじゃないですよね、はい、こちら
らなんですよ基本は、うんうん、だそこをやっぱうまく、まあ、だから全部つながるんでしょうね、うん、そういうのをちゃんと理解してるプロフェッショナルビジネスマンが来れば今は全然やってないんだから、うん、日本のビジネスにおいて、うん、もっともっとできますよね。できますね、うん、確かにね、うん、国際化っていうところではどういうところですか。今日 ほとんど語られましたけど、うんうん、まあ、だから単純に言うと、まあ、この間の前回のピボットで言いましたけど、うん、まあ、人口が減るこの国っていうのは要するに、うん、まあね、市場が小さくなる、うん、ということは、まあ、単純2つしかやることなくて、じゃあ一人一人の生産化上げる、あ、生産性を上げる、まあ、これはイノベーションですよね、うん、はい、でもう一つはじゃあちっちゃくなっていくマーケットでなくて広がっている世界のマーケット、要するに1億のマーケットじゃなくて80億のマーケットに行かなきゃいけない、うん、でここにおいて、別に新しいことする必要ないですよね。今ここでやってることで、まあ、スタジアムビジネスは難しいが、いや、スタジアムビジネスもできるな、例えば今平均 J リーグが2万しか入ってないですけど、じゃあこれを4万5万どうする。で日本でここはもう何十年2万なんですよ、ほぼ変わってない、ちょっと上下で外国から来たら変わりますよね。ああ、インバウンド需要ですね、うん、でインバウンドって多分安倍政権の時にコロナの前に4000万目指したんですね、うん、で3000何百まで行ってコロナでこうで多分今 80% ぐらいまで、うん、チャイニーズが戻ってくれば戻ってくる、うん、でじゃこれで終わりかとそうではなくて、今フランスとスペインが1億まで行ってるんですよね、うん、観光大国、はい、で日本の観光資源を考えたらいけますよね、うんうん、そこまで。じゃあその時にそのスライスを取ればいいですよね。ここから4000万からさらにアップするというと2倍以上になる、うん、じゃあその何パーセントをここにじゃあスタジアムに起こしてもいいわけだしっていうね、そういったこともいろいろできてくるじゃないですか、うん、もっともっとこのプロ化国際化で新しいビジネスというのを本当にやってくるべきでしょうね、うん、確かにね、うんうん、まあ、日本だけじゃなくアジアってことでくくるとまた大きくなりそうですよね。そうですね、うん、でやっぱその、まあ、確かに、まあ、よく僕ゴーグローバルって言葉を使いますけど、やっぱゴーグローバルはやっぱ簡単ではないです。いきなりじゃあそこにいる日本人捕まえて、はい、ウォールストリートで頑張れとかロンドンシティ頑張れって難しいシリコンバレー、うん、ただじゃあアジア、ゴーイーストに関してはまだまだやりやすいですよね。その言語的なこと、うん、人種的なことも考えて、うん、でそうするとあのチャナティップなんかいい例だけども、うん、今の野々村チェアマンが、コンサドーレ札幌の社長の時に何人も東南アジアの選手をね、うん、試したんですよね。で多分3人目か4人目で当たったのかな、うん、だそういったことだけど、ね、チャナティップ以降もまだあんまり出ていないし、うん、で今後多分アジアのサッカーのレベルもそれなりに上がっていくと、うん、もっともっとできますよね。じゃあ例えばベトナムの、ね、大スターがここで活躍したら、うん、国際化につながっていくし、新しいビジネスもじゃあベトナムで展開したりとかそういったことができていくから、うん、これはもっとやるべきでしょうね。そうですね、うん、バスケはアジアでなんかいろいろ枠組みってあるんですか。そうですね、そういったそのアジアのこのチャンピオンズリーグみたいなところもあのできるようになって、で、次また沖縄の、 あの沖縄リーダーでそれが開催されたりだとかっていうところもあるんですけど、うん、まあ、あとはそのパートナーシップみたいなところを、うん、またアメリカのあの NBA チームとこう結んだりだとかして、うん、ここのバチバチの試合を日本でやろうだったりとか、うん、多分そういうことが今後あの今構想としてあったりするっていう話はやっぱりあったりするので、そこはかなり、はい、女子も実は韓国とこういった、うん、その夏にやるサマーキャンプっていうのがあるんですけど、うん、そのサマーキャンプで韓国のチームが日本に来て、うん、でそこでこう対戦しながら、うん、はい、あのコミュニケーション取りながらっていうのもあったりするので、うん、まあ、そういう意味では結構国際試合 のコンスタントにやるみたいなところはできてきてるかなとは思いますね。まあ、ただやっぱりそこをもっともっと例えば海外の富裕層だったりとか、うん、そういったインバウンドの方をこうもっと連れてくるっていうところはまだまだこうできてないかなっていうふうには思ったりしますね、うんうん、そういう意味で面白いのは、うん、あのインターコンティネンタルカップっていう僕はあの見に行ったシンガポールでやったやつ、はい、あれクラブのチャンピオンじゃないですか、はい、NBA は出てないんですよね、はい、あの何でしたっけ NBA G とか G リーグ、はい、デベロメントリーグみたいに出てて、はい、でこれはねあのやっぱ戦略的思考だからシンガポールで3年連続決勝をやるんですよ、うん、トーナメントをね、うん、それはやっぱアジアが大事という彼らがあって、で要するにそのチャンピオンズリーグってバスケットボールが各コンティネント大陸にあるんですよ、うん、でそれのチャンピオンたち と NBA の G のチームと、うんうん、で NBA がアフリカでね確か共同リーグやってるんですよ ね、はい、すねそこからの代表がチャンピオンを競う、うん、でこれなんかもだってねいやじゃあ沖縄に呼んでもいいんですよね、はい、そう沖縄に、ね、あれだけの素晴らしい、ね、あのインドアもできたし、うん、だこういった国際化っていうのも本当どん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 もっと多分島田さんなんか考えてるんだろうけども、うんうん、結構
今後ねインドアも含めてそういうあの、ね、新しいリーグで、ねうん、こっちアジアをかなり見てるところもいるから、うん、これはじゃあシンガポールは素晴らしいですよ本当にもうね、はい、だけどシンガポールじゃなくてここに持ってくるっていうのも一つは東京もあるし沖縄もあるしね、うん、だそういったやり方をもっともっと国際化、うん、プロ化新規ビジネスでできるでしょうね、うん、そうですね、うん、バスケは市場でかいですしなんか変な重鎮みたいなのはあんまりいないんですか結構若い人が挑戦しやすい感じなんですか、それこそ変な重鎮って言い方あるんですけど、野球とかってやっぱ上がもう硬直的じゃないですか、入りにくいじゃないですか、それこそやっぱりあの川淵さんが変えていただいたので、川淵さんね、やっぱりリーグが2つあった時にもうそれが続くようだとあのオリンピック出れませんという制裁があって、でそれしかも女子も多分制裁を確か食らったんですけど、ちょうど自分たちの時は、まあ、そういうのがあって川淵さんがもうそんなのやめろと、もうけ権利にしがみつくなっていうので一気に変えていただいたので、まあ、そういう意味では結構いろんなことを試しやすい、いろんなことをやりやすい環境にはなってきてるかなと思います、うん、それでやっぱそのプロが面白くて、そのインターコンチネンタルカップなんかも、フィーバー要するにバスケットボール世界バスケットボール協会と、あれジョイベン作ってるんですよ、アメリカの投資家たちが、その投資家の一人は、ワーナーブラザーズの元会長ですよ、で要するにプロ中のプロがコンテンツをよく理解してる人たちがやってるんですよ、そうだからあのカブさん本当頑張って J リーグもやって、はい、で B リーグもねあれだけまとめて、はい、で多分我々のネクストジェネレーションとかでもっとプロ化を図っていく、やっぱコンテンツのすごさ、IP のすごさを分かってる人たちがやっていくっていうのが本当に、もう本当にすぐやらなきゃいけないネクストですね、カブさんもぜひ関わってくださいね、こういうね面白い人がいればいくらでやれそうですよね、いや本当に、まあ、でもやっぱりこの組織が変わったりとか、組織が動くのってやっぱりどうしても遅くなってしまうところあるじゃないですか、だからこそやっぱアスリートが自分で自覚してどん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 動くっていうのが結構やっぱ早かったり大事だったりするっていうのはありますね、はい、エミリーさん海外行かないですか、海外行きたいですね、行きたいですか、海外も似合いそうっていうか、はい、英語で行きますからね、まあそうですね、自分自身がそのプレーをするために海外行くのか、もしくはやっぱりこういったビジネスをこう広めるために海外行くのか、まあ、両方の選択肢はあるとは思うんですけど、どちらかというと自分はもうこれからビジネスフェーズだと思っているので、そういう意味ではやっぱりシリコンバレーだったりとか、まあ、もちろんアメリカだけではなくてアジアのところに、アジアに拠点を持つっていうのも今後は考えていきたいなというふうに思ってますね、はい、今日お話ありがとうございます、最後岡部さん一言どうですか、最後いや未来のメッセージも本当に、まあ、前回のね、佐々木さんに呼んでいただいて混んでて、非常にいろんな面白いコンタクトがあったんですけど、まあ、その中でもピカイチがやっぱエブリンさんですぐ連絡してきて、でやっぱりすぐ意気投合したんですよね、でその後我々の渋谷の会にジョインした人たちが、我々長いこと知り合いかと思って、いや30分前に会いましたでやっぱこう、もう非常に似てるんですよね、やっぱその、はい、やっぱまだ日本のスポーツビジネスはもっとこれからすごいポテンシャルがある、でやっぱそれはやっぱさっき言ったその所有ってとこはまさにね、インベスター志向であるし、まだそれってもうプロ化ですよね、で国際化ももっとできるし新しいビジネスをできると、でそういう意味でまあけど多様な人と違うことやると日本って叩かれやすいんだけど、エブリンさんね、特に明るいんですよ、これ場がこうわーって明るくなる、でこれってすごい日本の未来に僕は大事だと思っていて、ね、同じことやんでもほらやっぱ暗い人と明るい人とどっちがいいって全然違う、やっぱ場が明るくなるんですよエブリンさん、だから僕ぜひね、エブリンさんみたいな人こういうとこ出てほしいと思ってたから、もう素晴らしい回でしたね、はい、笑顔でアスリートはプロにしてくださいって言ったら、多分なんとかなると思う、喧嘩するじゃなくてね、笑顔じゃなくてということで、はいはいはい、これからエブリさんの、ね、選手として、そしてまた企業家としての活躍を、はい、応援したいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。